こんにちは、ガクです。今日は Windows PC を乗っ取って YouTube の再生数を無理やり稼いでいきたいと思います。また途中で不審なメールはなぜ開くだけでもダメなのかについて解説します。それでは早速やっていきましょう。一般人のガク、今回は Kali Linux と Windows を使用します。ターミナルを開き、ルート権限でログインします。次に MSF コンソールを実行します。起動したら Use Exploit Windows MISC HDA サーバーを実行します。次にセット L ホストですが、自分の IP アドレスを知る必要があるので別のターミナルを開きます。 ifconfig を入力し、自分の IP アドレスを表示します。192.168.11.17 ですね。先ほどの IP アドレスを L ホストにセットします。次にセット L ポートに4455をセットします。そしてセットサーバーホストに L ホストと同じ IP アドレスをセットします。今回のツールはデフォルトで使用したいペイロードがすでにセットされています。そしたら別のターミナルをルート権限で開きます。サービス Apache 2ステータスでサービスの状態を確認します。ステータスがアクティブランニングになっているので、この OS が Web アプリケーションサーバーになっていることがわかります。あとはランを実行するだけです。実行すると URL が表示されるので、こちらをコピーします。もうすでに準備は完了していますが、一旦ファイルをルート権限で開きます。開いたら bar.www.html にアクセスします。事前に作成している meta.html を開きます。メタタグの後の URL に先ほどの URL を貼り付けます。保存をしてこの HTML コードをコピーします。Gmail を開き、自分自身に送信してみます。宛先に自分のアドレスを入力し、件名にテストハックを入力、本文に先ほどのソースコードを貼り付け送信します。 Windows 側で先ほどのメールを開いてみましょう。 HTML コードがテキスト状態にエスケープ処理されて届きました。過去のメーラーであればこのメタタグが実行され、3秒後にこちらの URL に飛ぶという処理がされます。しかし最近のメーラーではこちらのような HTML コードは文字列に変換されてしまいます。昨今では使いにくい攻撃手法になります。しかしメーラーのアップデートのバグであったり、メーラーの新しい脆弱性が発見された場合はメタタグが実行できてしまい、3秒後に悪意のある URL に飛ぶという処理ができてしまう可能性があります。だからこそ最近の企業では HTML メールを受信しない設定にしたり、不審なメールを開かないという教育がされているわけです。
実行できてしまった場合は、このメールも開いただけで悪意のあるサイトに飛んでしまいます。以上でなぜ不審なメールは開くだけでもダメなのか説明を終わります。今回は実行できないので先ほどの HTML コードにアクセスしてみます。こちらのメタ HTML に同じ内容が書かれているのでアクセスします。 Windows のブラウザで19.16.1.17 メタ HTML を入力します。 HTML コード通り 3x later が表示され、ファイルがダウンロードされます。開いてみましょう。実行をクリックします。何も変化がないように見えますが、 MSF コンソールを開くとセッションが開始されています。こちらはセッションの開始を知らせるメッセージです。こちらは Windows の IP アドレスです。まずはセッションズコマンドを実行します。Windows とのセッション ID が1とわかります。なので sessions-i-1 を実行します。こちらは -1 でも1でも大丈夫です。セッションが開始されたのでシェルを起動してみましょう。これでターゲットの Windows をコマンドで制御できるようになりました。ではターゲットで私の YouTube の動画を再生してみましょう。スタートの後に URL を入力するとブラウザが開きます。私の動画を再生させたいので URL をコピーします。コピーした URL をスタートの後に貼り付けます。実行します。これで無理やり YouTube の再生数を1回稼ぐことができました。一般人のバグ、いかがだったでしょうか。今回の手法から守るためには、1つ、メーラーを適切なバージョンにする。2つ、HTML 形式のメールは受信しない設定にする。そして最後の3つ目は、不審なサイトに飛んでしまった場合はソフトを実行せずに削除をする。この3つを守っていただければ、少しは自分の端末が守れると思います。このチャンネルでは、ハッキングの脅威を身近に感じてもらうために、リアルな手法を解説しています。興味のある人はぜひチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。